ポジションがめちゃくちゃ良かったんですよ。なんかセンターとかさ、ダブルセンターのポジションが多くて、あんな豪華なメンバーの中でそんないいポジションちょっとさすがに緊張した、さすがに緊張したね。タメさんギフトありがとう、こんばんは。そうでもすごい嬉しかったです、任せてもらえてセンターとか。こんばんは。あとはねあれですね、マサトさんギフトありがとう。峰岸さんの結婚おめでたすぎる、なんか勝手に幸せのお裾分けもらっちゃったね。最近のイベントは配信ないからリアルタイムで見れないのかもしれない。ぜひ来てください会場も。こんばんは。あれ充電つないでるのに充電減ってる、なんでだ。こんばんは。いやでもめでたいな結婚か、根岸さんすごいね。こんばんは。ほんとすごい。こんばんは。めっちゃさ YouTube 大好きっ子だからさこんばんは。さやは YouTube 大好きっ子だから廊下の電気つけっぱなしだ。東海オンエアさんとかもう8年ぐらい前から見てたけど、まさか自分の先輩と結婚するとは思わなかった。こんばんは。YouTube いろいろ見てんの？それ超 YouTube 好きだからね。無限に見てます。こんばんは。明日寝る公演は当たったからセリンが見れるのに超嬉しい。お、そう明日は重力シンパシー公演2公演よろしくお願いします。いやまずいよ2公演は、体力が心配。昨日の疲れもまだ取れてないんですよねだからちょっと心配ですけど頑張ろうと思います。ぼち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 頑張ろうと思います。ロトエルフェスお疲れ様でした。会場行って、お、ありがとうございます。こんばんは。ちゃんと睡眠取れた？あ、でもね、めちゃくちゃ寝た。8時間とか寝た。よいしょ、明日のお昼公演行くね。お、明日来てくれる方はみんな気をつけて楽しみに来てくださいね。やつさんギフトありがとう。せいちゃん真ん中多くて嬉しかった。それな、早くお風呂に入って疲れてて足しなさいって。書類も終わったらお風呂にペッと入って寝ます。今日涼しかった。まことのすけさんタコありがとう。めっちゃ涼しかったね。思った、こんばんは。でも今日なんかすごい久しぶりの休みだったな。めちゃくちゃのんびりしちゃった、超絶のんびりしちゃったな。でものんびりする日もたまには必要だよね。こんばんは。
今月入って2回目の休みとかだった。いいですね。パソコン重すぎるな。なんでこんな重たいんだ。こんばんは。サマージャンボの当選番号出てるよ。めっちゃ忘れてたわ。最後サマージャンボ買ったこと。後で見ます。全然忘れてた。こんばんは。ゆなちゃんと夜更かししなかった？なんかいやする気はあったんですけど、もう2人とも疲れてて割と早めに寝ました。そう。こんばんは。明日の金木犀が楽しみ。サイリンだった方が素敵。まあ、さ金木犀じゃないですけどね。あ、痛っ。ああ肘ぶつけた。今のめっちゃ痛かった。終わった。こんばんは。うわ、その際のお司祭は赤赤です。今日8時間以上寝てんのに眠いんだよね。人間って無限に寝れるんだなって思った。8時間寝ても眠いってすごくない？感動しちゃうよ。感動しちゃうね。今日誕生日でまた一つ年を取ってしまいました。今年1年も仕方で充実させて。お誕生日おめでとう。おめでとう。あ、この服パジャマじゃないです。編集以外は PC サクサク動きますの？いや、まず今立ち上げの時点でもうもたついてるんで、もうパソコンダメですね。よいしょ。こんばんは。よいしょ。タイムテーブル見てなかったんだけど、ツイメイトが最後とは思わなかった。そう、ヘイトは大取りでございました。ありがたい。こんばんは。ダメだなパソコンも。昔のデスクトップ並みに起動が遅い。でもこのパソコン昔からファンが回ってないタイミングない。買った時から買った時から一生ファン回り続けてる。つけてる間多分そういうパソコン。こんばんは。なんでこんな重いんだろうな。こんばんは。何年前？高1の時に買ったから5年前とか。そう
年前とかかな。こんばんは。パソコンって5年目って寿命なの？パソコン短っ。高いくせに高いくせに寿命短っ。マジかよ。こんばんは。こんばんは。じゃあ高いパソコン買っても意味ないのか。高いパソコンだから持つってわけでもないのね。こんばんは。いや20万が5年しか持たないのは辛いね。高すぎ。こんばんは。重たい。こんばんは。買い替えるとしたら Windows ですね。ここに長野行ってきて、お、いいですね。ウイルススキャン完了。こんばんは。スタンディングは仲間と行った方がいいと実感しました。そう？さやは結構一人でも全然楽しめるタイプですけどね。重いなパソコン。おもしくん、なんか今日この部屋暑い。外涼しいのになぜだ。重くなくなった。お、こんなに先週進んでたのか。やるな私。ちょっとだけ進めるかな今日も。さすがに進めていかないとやばい。こんばんは。じゃなかった。
今日のお天気不安定、なんか雲すんごい暑くなったりちょっと晴れ間見えたり、なんか今日不思議な天気だったよね。こんばんは。よいしょ。ちょっとだけ動画編集触りたいと思います。ケンケンさんタコありがとうございます。こんばんは。そうか、動画編集してるってテロップで書いておかないといきまへんな。こんばんは。今回のショールームイベントやらないの？まあ3回連続でイベントに出てもねえ。いい結果になるとはまるで思えないし、みんなへの負担が多いので。いい結果を生まない気がしたのでやめました。ほっぺ美人、ほっぺすごい豊かですほっぺが豊かっていうかちょっとわかんないけど、こんばんは。どのくらいカットしよう。ああ間違えた。アバターが当たったので報告しに来て、お、ありがとうございます。ぜひ使ってください。昨日のポニーテール可愛かったよ。うん、そういえば昨日ポニーテールしてないので別のメンバーと間違えてますね。こんばんは。明日の髪型は決めた？全然。どうしよう明日。どうしよう。もう髪型のレパートリーがもうねないんですよ私。エクスーズさ、高めの髪型ができなくて、高めポニーとか、そう非常に困ってます。
SNS 公演行きます。おお待ちしております。できる髪型限られてると絞り出すの大変。え、そうなんですよ。だからいつもね、なんかこの髪の毛でできそうな髪型ないですかってメイクさんに相談になる。ね、昨日もツインの編み編みやってんだよな。こんばんは。岡田さん可愛い人ありがとう。サリのツイン好き、嬉しい。遊びに来たよ、ありがとう、こんばんは。いいじゃないな、普通に超可愛かった、ありがとう。あ、普通にありですね。23日の16シンパシー公演申し込んだよ。待ってます、待ってます。すごい、なんだこの動画。髪やってもらうメイクさんってその都度違うの？なんかメイクチームみたいな、メイクさんの何人かいらっしゃって、そのメイクよく来てくださるメイクさんの中から2人ぐらいが公園に来てメイクしてくれるかな。こんな時よくする髪型なんですか？最近はもう本当に編み込みツインですね。アラサー女子と髪居候のイベントも楽しみにしています。20日ですね、今週末。さえも楽しみ。編み込みツインマジで可愛すぎる、嬉しい。ウレピオ、ああ画面見てると目がしょぼしょぼするぜ。あ、そう、昨日のさ、写真、昨日の写真はゆうなちゃんがほとんど撮ってくれたんですけど、めっちゃ漏れてない？昨日のイベントの写真。なんか昨日顔の調子が非常に良かった。まあ、カラコン入れてたしね。
編み込みツイン本当に可愛くて似合ってる、嬉しい。ゆなちゃんとメンバーの写真撮るのうまい、うまい。こんばんは。サリのポジションは主に上手下手。16シンパシーコインはどこがおすすめなんだっけ、忘れちゃった。誰か知ってる、忘れちゃったや。こんばんは。僕隊はね、なんか上手の方がいいですよね。こんばんは。下手か、重力シンパシーコインはみんな下手がおすすめらしいよ。こんばんは。ダメね、見る方はみんなの方が詳しい気がする。立ってるとよくわかんないんだよね、どこだっけみたいな。確かにミッド下手だね、どっちの曲も。確かし、オイースト初めて行ったけどステージ近くてよかった。オイースト結構横長だからさ、後ろでも距離近くていいですよね。顔がバッチリ見える。動画楽しみにしてます、ありがとう。こんばんは。なんか今日のセリにかっこいいってかできる女子って感じ、やった。今日髪の毛くくってるしね。よいしょ、こんばんは。よいしょ、インスタの写真もめっちゃいい。わ、嬉しい。そう、普通の写真もちょっと挟もうと思って、その写真をこの前挟みました、3枚。あー間違えた。ここにあって邪魔じゃない。よし、こんばんは。今の髪型最高です。こんな適当くくりでいいんですか、嬉しい。
ありがとうございます。さてここまで来たぞ。あ、間違えた。着実に練習が進んでいる。今日の私はできる女だぞ。でも割とこの前の階段に座ってる写真めっちゃ足長く見えた。あ、そうそう、なんか足ね割と長いっぽいんですよ。嬉しいですね、ありがとうございます。なんか今通信悪くて、あれ？なんでだろう。ごめん、今通信悪かった、すごい。よいしょ。充電器挿してるのに充電されないし、もう充電コードも寿命なのかな。よし。よいしょ。こんばんは、動画編集お疲れ様、ありがとう。こんばんは。よし、こんばんは。今日は眠くない。さっきまで眠かったけど今元気。お、これでラストカットなんだよ。ラストカットまで来たかもしれん。これをあとちょっと練習すれば終わる。こんばんは。なんか画面傾いてるな。よいしょ。トメさん可愛い気してありがとう。動画編集してるサイちゃん見てるとお仕事できる OL さんに見える。マジ？でもさ、OL さんとか絶対できないと思う。同じ時間に毎日同じ場所に帰って同じ仕事多分できないから多分無理やで。私もずっと座ってんの無理。あ、ね、だよね。
いや今すごいいいシーンだわ、笑っちゃう。このトークのところテロップつけるか悩むな。テロップつけるのこれ多分めちゃくちゃ大変だな。どうしようかな。つけなくても持ちそうではあるけど。こんばんは。テロップつけるかで悩むやつ。テロップめっちゃ悩む。こんばんは。テロップつけなくてもいいか。これはつけない方が逆におしゃれな気がする。こんばんは。あー背中がかゆい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは皆さん。今日で完成ですか？今日完成するかな。させたいですよね。
くりが大変なの？結構大変ですね。なんかなんて言ってるのかを聞き取りつつ文字起こしなきゃいけないから。そう、こんばんは。そう、笑っちゃう編集が面白そうで感想が楽しい。やっぱ人がたまに人が出てるやつって面白いよね。こんばんは。もっとちっちゃくして、端っこにして、端もちっちゃくして、これもちっちゃくして、あー間違えた、あー間違え、違う、そうだな。こうすれば邪魔じゃないんじゃないか。どうかな。きゅんちゃんが編集の外注をちょっと考えたけど、サリは考えたことないの？で、それ編集が好きだから YouTube 始めたから、自分で編集しないんだったら YouTubeやらないかも。逆に。しけいさんこんばんは。こんばんは。どんどん怒っちゃいそうで仕上げるタイミング難しくない？なんかね、たまにそういう時ある。でも妥協点を探す。こんばんは。おお。いいんじゃないか、こんな感じで。
わった。あとは BGM をつけて微調整すれば完成だ。おお、ちょっと後半めちゃくちゃ手抜きだけどいいんじゃなかろうか。結構気に入った感じにはできたぞ。よいしょ、こんばんは。さーて、こっから音楽選ぶのが大変なんだよな。何つけようかな。よいしょ、違うな。いっぱい保存してある BGM 集をね、見まくるんだよね。聞きまくる。よいしょ。これじゃないな。これも違う。これも違う。試験です。試験さん、こんばんは。これも違うな。これは。これだ、見つけた。絶対にこれだ。こんばんは、スキンさん、こんばんは。こんばんは。さあ、 BGM はどれにしようかな。こんばんは。でぼちぼち配信は終わりになります。ちなみに1時間ぐらいもうすぐ経つんでね。こんばんは。ありだな。ありだけどオープニングじゃないな。この辺に入れといて。こんばんは。みんな遅くまでありがとう。来てくれて。明日2回声なので早めに寝てください。あ、配信あったらね。お風呂にスススって入って寝ます。さすがにね、寝ます。パッとしないな。編集お疲れ様、ありがとう。
まあこれかな、最近対応してる気がするけど、音楽。よいしょ。いやさ、動画のさ、音楽決めるのが一番大変だったりするよね、結局。こんばんは。あんまりこんじめないでね。ありがとう。優しみ。こんばんは。いい感じですね。ふん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 。さあ、ここの音楽はどうしようかな。こんばんは。ここにふざけた音楽にしとこう、ここ。おちゃらけ、おちゃらけ系で。こんばんは。どんだけ音をちっちゃくしても音がでかいんだけど、なんで？こんばんは。今ね、早く上げたいなと思っている動画の編集をねしてるんですけど、なかなか時間かかってます。そう、一筋縄ではいかないんですな。こんばんは。重くなってきた。ちょっと少々一旦上書き保存しとくか。この音大きいんだろう。めっちゃ音ちっちゃくしても音大きいんだけど、なんでだ。全体の音量が大きいのかな。こんばんは。こんばんは。やばい、もうちょっとで仕上げなのにちょっと納得いかない。
こんばんは。頑張ってください。ありがとう。すごい、ごめん。なんか後半になればなるほどめちゃくちゃ無言でやっちゃってる。集中しちゃってるわ。まあこんなもんかな。よし、編集終了。そろそろ配信を終わりにするぜ。やっと終わった。いい感じ。いや、これでお風呂入ってる間に出力してマネージャーさんにも送ろうと。完璧。ではランキング読みます。13位テテムケンケンさんありがとうございます。12位タミオさんありがとうございます。11位バイコゾーさんありがとうございます。10位ともちさんありがとうございます。9位ヒラリンさんありがとうございます。8位国曜さんありがとうございます。7位マサトさんありがとうございます。6位ニューヤマヒロさんありがとうございます。5位ケンケンさんありがとうございます。4位岡田さんありがとうございます。3位マコトノスケさんありがとうございます。2位アッチさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。みんなさやの動画編集に付き合ってくれてありがとう。こんな遅くまで。明日はチーム A 公演、皆さんよろしくお願いします。ではまた明日、おやすみなさい。バイバイ。